再びこの町を訪れてから数週間経った1月の上旬、私は柿津端大通りにやってきた。家出している女子高生ひろこを探しに来たんだったわ。確かエリからの手紙ではまだひろこは家に帰っていないとのこと。ひろこ心配ね。
昨年は大きな地震に見舞われ、この翡翠市も、そして私たちのベストラも窮地に陥った。そしてこの部屋からは誰もいなくなった。しかし中には私を信じて戻ってくれた者たちがいる。そして今私たちはこうやって震災前以上に躍進しようとしている。この四半期の業績は、これも震災による風評で取引を切られていく中で、今年は取引を切っていった奴らや私たちの志は共に進もう。乾杯！乾杯！
どこかで見かけた顔だな。確か震災の時にこの辺りでうろちょろしていたやつだな。どうだ、俺は復活してやったぞ。どん底から復活したんだ。俺の邪魔をする奴は弾き飛ばすまでだ。君、桐島社長と話していたけど親しそうね。私こういうものなんだけど、週刊報道のライターをしている本田涼子よ。よろしくね。君、ここの従業員さん？いや、ライバル企業のものよ。え？君、ケルベロスの人？桐島社長とよく話ができるわね。それなら話が早いわ。君も知っての通り、レストラは7月の地震でデータセンターが破壊されたという噂が流れて、多くの取引先や金融機関が一斉に手を引き、資金繰りが悪化した。一時は従業員もいなくなり破綻したと言われていたのに、桐島社長が8月に突然アメリカ M 社との資本提携を発表した途端に信用不安が一掃されて業績も好転した。市場も好感してレストラ株は連日のストップ高。没落した人と言われた桐島社長も今なんか引っかかるのよね。震災の危機から短期間で会社を救ったのは、それにしては。あまりに短期間で資本提携をまとめたのは不自然だわ。そうなのよ、あんな短期間で資本提携をまとめたのはあまりに不自然だわ。そこで私は桐島社長のことを調べているの。桐島社長についてどんな細かいことでもいいから、情報が入ったら教えてほしいの。もちろん大きな情報をくれたらお礼は弾むわよ。協力するわ。お願いね。
無事だったのね。あれから一度も見かけなかったからちょっと心配していたのよ。この町も随分復興が進んでいるけれど、この通り以前の暮らしに戻ったとは言い難いわね。私は少しでもみんなを元気づけられるよう、友達のサキと一緒にこうして路上演奏を続けているの。ところであなた、前に私が話していたこと覚えてる？歌うのに可愛げはいらない、そうよね。そんなこともあったわね。女性ばかりを襲っている二人組の話をしたの、覚えてる？あの二人組、まだこの町にいるみたいなの。一人でいると危ないから、今は私も友達と演奏するようにしているのよ。さっきもこの通りを、高校生ぐらいの女の子がうつむいて歩いていったの。ああいう子が一番心配だわ。あ、ごめんね。演奏を続けて。二人組について何か手がかりがあったら教えてね。こんなところで何をしているの？私に何か用？川瀬県警があなたを捜索している。え、そんな。言いたいことはそれだけ。要件が終わったなら早くどこかに行ってくれない？彼女には彼女の考えがあるのね。どうせ私のせいよ。比嘉先生があんなことになったのは私のせいよ。分かっているわ。だから放っておいて。
2月。私は再びこの町を、そして睡蓮公園を訪れた。それは明美さんにお礼をもらっていなかったことを思い出したからよ。さあ、行きましょう。荷物を届けてくれてありがとう。お礼ができなくて困っていたのよ。はい、これ。ところで、今日はどうしたの？ケミさんに何かお願いされるために来ました。え、お願い？そうね。じゃあ、ちょっとこの店で働いてもらおうかしら。ちょうど人手が欲しかったのよ。なんて冗談よ。何もないわ。あ、そうだわ。あざみ駅の方に行ってみてはどう？あざみ駅は川瀬県で一番人の集まる駅よ。きっとあなたにお願いをしたい人が見つかればよ。あざみ駅は睡蓮交差点を西側に進んだ先よ。それじゃあ、私は仕事に戻るわね。またね。
私はあざみ駅のそばまでやってきた。ここにやってきた時点で私は、地下にあった白き衣の貝のことが気になっていた。
帰りなさいませ、お嬢様。こちらへどうぞ。はーい。せっかくなので何か質問をしてみようかしら。ここは白き衣の会の拠点ではないのですか？白き衣の会、存じ上げません、お嬢様。本日は何をお召し上がりになりますか、お嬢様。ネズミ隊オムライスをお願いします。かしこまりました、お嬢様。こうしてメイドさんの一連のサービスは終わった。今日はあの嫌なお客さん来てないわね。ああ、あのお客さんね。メイド同士の会話が聞こえる。いつもベストラの社員だったことを自慢して嫌な感じよね。そうよ、桐島社長みたいな人なら私本気で尽くすのに。あのお客さんはきついわ。レストラを辞めてから仕事が見つからないらしいわよ。ゆかりちゃんが言ってたけど、あのお客さんこの店に来てない時はあざみ駅前の中堅パチコーの前で座ってるんですって。私も聞いたわ、ウサ耳カチューシャをつけてパチコー前で座ってたって。気持ち悪い。行ってらっしゃいませ、お嬢様。
お帰りなさいませ、お嬢様。こちらへどうぞ。はーい。せっかくなので何か質問をしてみようかしら。私はメイドさんにひろこがこの店で働いていないか尋ねてみたが、メイドさんはひろこのことを知らないらしい。それらしい人がここで働いているということもないそうだ。ひろこのメイド姿見たかったな。本日は何をお召し上がりになりますか、お嬢様。くまたんオムライスをお願いします。かしこまりました、お嬢様。こうしてメイドさんの一連のサービスは終わった。今日はあの嫌なお客さん来てないわね。ああ、メイド同士の会話が聞こえる。いつもベストラの社員だ。そうよ。ベストラを辞めてから仕事。ゆかりちゃんが言ってたけど、この店に来てない時は。私も聞いたわ。気持ち悪い。行ってらっしゃいませ、お嬢様。お帰りなさいませ、お嬢様。
せっかくなので何か質問をしてみようかしら。私はメイドさんにベストラの関係者がこの店に出入りしていないか尋ねてみた。店のルール上、他のお客さんのことは教えられないとのことだった。本日は何をお召し上がりになりますか、お嬢様。ドリンク L をお願いします。かしこまりました、お嬢様。こうしてメイドさんの一連のサービスは終わった。今日はあの嫌なお客ああメイド同士の会話。いつもベストラ。そうよ、ベストラを辞めてからゆかりちゃんが言ってた。この店に来てない時私も聞いたわ。気持ち悪い。いってらっしゃいませ、お嬢様。